ここにしましょう。私はシャブ寮に行って暗殺の件を確認してきます。その間左右を見張っておいてください。左右、先に準備運動をしておきなさい。いつも私に迷惑をかけていますけど、彼には迷惑をかけないように。わかった。ニコ姉さん行っちゃった。セツの仕事なくなった。えへっ。主に協力してもらいたいとは思ってたけど、そんなすぐ暴かれるとは。ニコ姉さんはすごいんだ。彼女がセツの痕跡を見つければ、セツ一人では逃げられなくなってしまう。主が凄腕なのは知っている。だから、主ならセツを手伝えるはずだ。セツを見捨てる気なのか？今主の目の前で繰り広げられているのは、残酷な強制労働を課す事件だぞ。セツは十分な睡眠をとり、健康に育つために抵抗している。そのためにサボるのは正当なことだ。えへ、ならば、睡眠の様々な効果を説明しないとならない。睡眠は体力を回復させるし、頭がすっきりする。暇つぶしにもなるし、さらには悩みから逃げることもできるのだ。しかも、寝ると身長が伸びるらしい。たくさん寝れば背が高くなる。他の忍者たちは高い木に飛び上がって簡単に果物を取ることができる。それも全部背が高いおかげだ。同世代の忍者たちはみんな背が伸びているのに、セツは背が低いまま。師匠は、身長が伸びるのは子供だけだ、子供のうちに努力しないと手遅れになると言ってた。当たり前だ。主も起きている時に急に背が伸びた人を見たことないだろ？そうだな。ちゃんと考えてみると、確かにその通りだ。ダメダメ。このままでは主に説得されてしまう。セツは、ただ寝るのが好きなだけだ。もう眠くて仕方がない。うむ、最初の頃は早く背が伸びてほしいと思ってただけだったのだが、毎日のように寝ていたら、だんだんと眠くなりやすい体質になってしまった。今は起きていてもぼーっとしていて、仕事する気が全く起きないのだ。どうしたらいいのか教えてくれないか？最近、寝る時間は増えてるのに、身長が伸びなくなってきた気がする。ニコ姉さんから逃げるために、いつも周囲を警戒してるから、なかなか安眠ができないのも仕方ない。ニコ姉さんは、セツがどこを好んで寝るのか、全部知り尽くしている。だから、完璧に逃げ切るのは本当に難しいのだ。この付近に寝れるところがないか探してみよう。スライム、なぜスライムがこんなところに。先にやっつけよう。はぁ、これでは安眠ができない。そうだ、外からは見え見えだが、景色が開けてるし、空気も美味しいから、ぐっすりと寝れる。スライムは滅多に来ないのに、どういうことだ。
今は砂ぼこりが舞ってるし、ここで寝たらムズムズするだろう。服も汚してしまう。当然のことだ。節はいかなる場所でも寝れるが、睡眠の質を担保するのは実に難しいこと。常に巫女姉さんを警戒する必要があるため、片方の耳を地面にくっつけ足音を聞き、巫女姉さんの声が聞こえたらすぐに逃げるようにしている。それが原因で他の音で目が覚めることも多いけど。昼間おどおどしすぎて夜になってもうまく眠れない場合があるのだ。まったくもう。でも幸い、セツたちはすぐにスライムを退治できた。森が火事にならずに済んだな。ただ、寝る場所を変えなければ。一応あるが、巫女姉さんもセツが寝ている場所を探してるから、常に変えないといけないのだ。セツについてきてくれ。最近見つけた場所が、巫女姉さんにバレてなければいいのだが、ここはまだ大丈夫みたいだ。いや、待てよ。なんだあれは。そうだ、これは忍具。本来は敵を遠ざけるために使われるもので、忍者修行でもよく使われる。踏むと痛いから要注意だ。石の上にも草むらにもかなりある。忍具以外にも人の気配がたくさんあるぞ。せつ、嫌な予感がする。これは巫女姉さんの常套手段の一つで、せつが寝ている場所を見つけたら週末場に頼んでその場所を訓練場にするのだ。そうして節が絶対に寝れないようにする。なんてことだ。わからないけど、おそらく違う。森にとって炎スライムは危険だということぐらい、巫女姉さんも知っているはず。でも節も確信はない。節を捕まえるために、巫女姉さんは何でもしてくるから、まるで、節の天敵だ。でも、巫女姉さんが節の敵であることに間違いはない。ちょっと待った。忍具を置きっぱなしにしておくわけにはいかない。全部片付けないと、狐や他の動物が触ったら、怪我をしてしまう。じゃあ、パパッと片付けて、すぐ逃げよう。それくらいの時間はあるはずだ。忍具をこのままにして片付けないとは、訓練に来た忍者たちは、なんて危ないことをするのだ。今度、週末版に行った時、ちゃんと注意しておかないと。せつ、頑張ってみる。大事なことだから。できるだけ、とにかく、早くやるぞ。忍具を全部拾おう。やっと全部拾えた。さっき、キツネもセツたちに感謝してたな。よしよし、変なものを触ったり、食べたりするんじゃないぞ。ただ、彼らを助けたかっただけだ。ただ、寝るのはどうしよう。巫女姉さんは今も探してそうだし。さっきの状況から判断すると、節の寝所はもう全部バレているかもしれない。今更どこに行っても無駄だろう。ということは、
これまで訪れたことのない新しい場所を開拓しなければな。ダメだ、人が多すぎる。巫女姉さんなら少し聞き込みしただけで気づくだろう。はぁ、もうこんな状況となっては一か八かだ。説は最も危険な場所こそ一番安全という言葉を聞いたことがある。巫女姉さんから隠れるにはもしかしたら鳴神大社が一番なのかもしれない。うん、巫女姉さんがいくら目ざとくても、まさか節があの大きな木の上で寝ているとは思いもしないだろう。誰にも気づかれないように慎重に忍び込めばぐっすり寝ることができる。では山の上に向かって出発だ。巫女姉さん以外にもシャブ行の人が大勢いる。一体何をしているのだ。でも今さら後戻りできない。忍び込むしかないな。気づかれないようにこっそりと。はぁ、あ、幸い誰にも見られてない。恐ろしい宮司様もいなそうだな。実はずっと前からここで寝てみたかったのだ。とても広いからきっと安眠できる。はぁ、あ、はぁ、あ、すっかり眠くなってきたぞ。いろいろ助けてくれてありがとう。今後もし節の忍術が必要になったらいつでも声をかけてくれ。週末版の仕事は嫌だけど、無視の力になれるのなら喜んで力になる。あ、でも節があまり眠たくない時を選んでくれ。左右、そこにいるのですか。七、巫女姉さんがどうして突然現れたのだ。どうしよう、どうしよう。すまない、頼んだぞ。巫女姉さんをごまかしてくれ。あら、ここにいたのですか。暗殺の件を確認するためシャブ行へ行ったのですが、戻ってきたらあなたも左右もいなくなっていました。左右はまだあなたと一緒にいるのですか。しかしここに来る途中いろんな痕跡を見つけました。左右も神社に来ているようですが。はぁ、わかりました。あなたが見ていないのであればきっとまたどこかに隠れているに違いありません。それと暗殺はシャブ行からの命令ではありませんでした。現在調査を行っているので結果もすぐに出ると思います。ご安心ください。少々お待ちください。本当に左右を見かけていないのですか。そうですか、特に証拠はありませんが左右はここにいると私の勘がそう言っています。それにこの狐、以前から神社にいましたか。なんと言いますか、この木をとても気にかけているようです。もしかしたら上に何かあるのでは。節は絶対に捕まらないぞ。